ゆかにゃんチャンネル、お久しぶりです。すごく空いてしまってすみません。実は今年の抱負で1月にですね、毎週更新を目指すと言った直後にちょっと残念な事故が起きてしまいまして、それからまたちょっと療養を、することになってしまっておりました。なのでなんかこう1月に言ったあたりから最初ね、どうにかしようと思ってたんですけど、なんかどんどんだんだん空いていって、本当にすみませんでした。ご心配をおかけしたり、なんかお待たせしたり、本当に、ありがとうございました。そんなわけでですね、去年の骨折の、時も、YouTube で、ゆかにゃんチャンネルで最初に報告させていただいたと思うので、経過と、それから、進捗と、それから、というのを報告したいなと思って動画を撮っています。ということで、いろいろありまして、いろいろあり、そして最後の手術から、やっと3ヶ月くらい経ちました。そして、リハビリも毎週のようにやっております。というか、個人的にはもう毎日のようにやっています。そしてちょっと結構それが、忙しいというか、バタバタしたりとか、一生懸命やったり、早いところね、何でもないという感じで、お目にかかりたいなと思っていたので頑張っておりました。ということで、その3ヶ月、術後3ヶ月で、リハビリの成果を測定するというのがあったのですが、見てください、これ、これ、どこかに出る、これ、ということで、これ証拠写真なんですが、この間測定したら、左手の握力、19.8kg ありました。わー、パチ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 。ごめんなさい、手で持ってるから。パチ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 。ということで、これ実は、握力すごいある方にとっては、別にそんなに大したことはないと思うんですが、両夫婦さんの、おしゃれには割とこう2桁あったらよかったって思ったぐらいなんだけども、こんなにあってすごいですねっていう感じで、で私としても個人としても学生時代に握力を測った時の記録を実はもうすでにあっさり抜いてしまったという、なんともながら頑張りすぎた結果が、結果として、数字に現れました。でもこれはすごい嬉しいなと思っています。で、この嬉しい差を持って、そして、一連のね、いろんな怪我落ち着いたよというのを、ぜひとも、皆さんに一番最初にご報告したいなと思って動画を撮っています。これね、少しずつ病院通いとか、減っていくとですね、少しずつ時間にも体力にも余裕が出てくるかなと思うので、そしたらまた、動画の方を作ったり投稿したりしていきたいなと思っています。皆さん本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。ゆかなでした。バイバイ。アイコンが変わったよー。今日ね、これから新しいアイコン作りに行ってきます。どんなものになるのかお楽しみください。はい、これから撮りに行きます。いいアイコンができますように。パワー。あれ、これ誰かのメドみたいじゃあね、行ってきます。出てきたから、わーってなってます。なんかお楽しみに。